質疑の申し出がありますので順次これを許します。山田美希君。山田君。自由民主党の山田美希です。質問の機会をいただきありがとうございます。ロシアのウクライナ侵攻を契機に我が国においても防衛力の強化を求める声が高まっています。本日は防衛費と財政規律との関係について質問します。昨年12月に政府の財政制度等審議会が取りまとめた令和4年度予算の編成等に関する建議の中に次のような記述があります。我が国の防衛関係費を対税収比で比較すると NATO 加盟のヨーロッパ諸国と決して遜色のない水準にある。その背景の一つに我が国の国民負担率が諸外国と比べて低いことがある。この論理ですと大幅な増税をしない限り防衛費を拡充しないということになります。またこのような記述もあります。防衛予算に加えて防災など公儀の国家の安全保障に資する公共投資や科学技術に対する予算を含めて一般政府ベースで比較すると対 GDP 比で 5% 程度であり英国、ドイツを上回りフランスに匹敵しているとのこと。防災は公儀の安全保障であるとは平時の理論だと考えます。有事の国防に直結する議論をすべきではないでしょうか。欧州では昨年の秋以降少なくとも17カ国が国防費の増強を表明しました。ドイツは国防費を GDP 比 1.53% から 2% に引き上げる目標を発表して歴史的な方針転換を図り福祉国家のスウェーデンも GDP 比 2% 目標を表明しました。米国も3月末に発表した来年度の予算教書で国防費を前年度から 4% 拡充する旨を表明しています。先ほどの財政審の建議はロシアによるウクライナの侵攻よりも前に出されたものですがその後の国際情勢の変化を踏まえて現時点においてこの建議をどのように評価するかお伺いします。岡本財務副大臣。お答えいたします。昨年12月に財政制度等審議会が取りまとめた建議におきまして実効的な防衛力の整備にはその裏付けとなる健全かつ持続可能な財政運営が必要であり各国においては公儀の安全確保に資する防災などの公共投資や科学技術などとのバランスを踏まえた上で防衛費の水準を定めているといった指摘がなされたと承知しています。現在政府といたしまして新たな国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画の策定に取り組んでいるところですけれども、その中で財政制度等審議会からご指摘をいただいた点を含めまして、国民的な議論を丁寧に積み重ねることが重要だというふうに考えております。山田君。ご答弁ありがとうございます。まさに国民的な議論が今必要とされていると思います。昨年秋の衆議院選挙の折には、自民党の政権公約として、NATO 諸国の国防予算の対 GDP 比目標、括弧 2% 以上をも念頭に、防衛関係費の増額を目指すとの公約が盛り込まれました。ロシアのウクライナ侵攻以降、地元の一般の方々からも、防衛予算の拡充を求める声を多く聞くようになりました。先月末の自民党の防衛三文書改定に向けた提言の中では5年以内に必要な予算水準の達成を目指すとしています。一般論として予算策定はボトムアップ積み上げであるべきですが防衛費については予算の大枠がなければ現実的な議論にならないのも事実です。防衛費の目標を明確にし国家としての防衛の意思を示すことが抑止力につながることは言うまでもありません。防衛予算の対 GDP 比目標の必要性について財務当局としてどのように考えるか見解を伺います。岡本副大臣。防衛費につきましては安全保障戦略や防衛大綱で中長期的な防衛力のあり方や防衛力の水準を定めて中規模において5年間の経費の総額を示した上で毎年度必要な経費を計上しております。現在政府として取り組んでおります新たな中規模等の策定に関しまして防衛については緊迫する安全保障環境を踏まえて規模ありきではなくまず何が現実的に必要かつ効果的か
戦略的に検討した上で、その裏付けとなる予算を確保することが重要だというふうに考えています。山田君。ありがとうございます。ご指摘のとおり、その規模ありきではないというところ、それからまた何が現実的に必要なのかというところ、これをまさに両面から議論をしていく、これが大切なのではないかと感じております。日本の防衛予算は、これまで必ずしも財政健全化のために削減されてきたわけではなく、逆に優遇され、増え続けてきたという主張もございます。確かに公共事業費ですとか文教および科学振興費と比較しますと防衛費は増えており、やはり財務当局においても防衛予算は特に重要だという価値判断があったのではないかと推察をいたします。将来仮に防衛関係費を NATO 基準で対 GDP 比 2% を目指すとした場合、2022年度予算をベースに試算をしますと追加で 4.5 兆円が必要になりますが、これは少子化対策費の 4.4 兆円、それから生活扶助等社会福祉費の 4.8 兆円に匹敵する金額です。防衛関係費も他の予算も同じ財政の制約のもとにあるとするならば、他の予算を削減しない限り防衛関係費を増やすことはできないという理屈になります。防衛費は人の命を守る予算だという点では社会保障費と同じです。社会保障費と同様に防衛費もシーリングの枠外とすべきだと考えますが、財務大臣のご見解をお伺いします。鈴木大臣。我が国の安全保障環境、これは一段と厳しくなっている中におきまして、現下の情勢を踏まえた真に実効的な防衛体制を着実に構築していくこと、これが急務であると、そういうふうに考えております。その上で昨今のウクライナ情勢も踏まえれば、安全保障の観点から経済、金融、財政の脆弱性を高めるようなマクロ経済運営はすべきでない、考えております。令和5年度予算の概算要求基準につきましては今後検討していくことになりますが、例えば昨年の概算要求基準については概算要求段階において、各省庁が自らの施策の優先順位を洗い直し、無駄を徹底して排除しつつ、重要課題について前年度を上回る要求要望をできるようにすることで予算の中身を大胆に重点化することを促すものでございました。防衛費につきましては、これまでも手厚く増額を確保してきたところでございますが、現下の安全保障環境を踏まえまして真に必要な装備品等を見極めて最大限効率化していただくことが重要であると考えているところでございます。山田君。ご丁寧な ご答弁ありがとうございます。まさにこのマクロ経済運営全体というところも重要な視点でございますし、その中で真に必要な防衛費、これについても議論をしていくべきだと思います。そしてまた来年度の予算要求ということですと、もう近くそのプロセスが迫っているわけですけれども、この防衛予算というのは多年度にわたる予算でもあります。先ほど副大臣からのお話にもありましたとおり、政府は年内に防衛3文書の改定を予定しており、向こう5カ年の防衛費の見通しを示した新たな中期防衛力整備計画も策定をされる予定であります。次期中期防の対象期間となる2023年から2027年はプライマリーバランス黒字化目標を達成する年限の2025年と重なります。現状ではコロナの収束が見通せないことや燃料価格や原材料費の高騰、円安などを考えますと経済の劇的な回復は期待できませんし、大幅な増税は現実的ではありません。この場合防衛費の拡充は財政健全化目標の枠内でしか行えないと考えるのでしょうか。私は
財政運営に規律は必要ですが、財政規律を最優先にしてしまうと、さまざまな弊害が生じると思っています。国防は国の存続、日本人の命に関わる問題です。国家あっての財政であり、財政あっての国家ではありません。財務当局の方々も、この国を守りたいという使命感は私たちと同じでしょうし、国破れて財務省ありなどと揶揄されるのは本意ではないはずです。ちなみに EU では、公的債務を GDP の 60% 以内にするという財政健全化ルールの凍結措置を延長する方向だと聞いています。我が国においては、プライマリーバランス、黒字化目標と次期中期防との整合性をどのように考えるべきか、財務大臣にお伺いします。鈴木大臣。我が国の安全保障を確保することの重要性、それは私も強く認識をしているところでございます。実効的な防衛体制の強化、これが急務であるとも考えますが、その一方におきまして、経済、金融、財政の脆弱性を高めるようなマクロ経済運営はすべきでないと考えます。財政面については、実効的な防衛体制の強化を裏付ける予算を確保するのみならず、有事に十分耐えられる財政基盤を備えることも不可欠でございます。こうした観点から、健全な財政運営は防衛力の強化と同様に重要でありまして、プライマリーバランスの黒字化目標も堅持すべきであると、そのように考えております。山田君。ご答弁ありがとうございます。まさにこれからそうした議論が進んでいくのだろうと承知をしております。最後の質問です。防衛関係費の中で深刻化してますのが増え続ける高年度負担の問題です。予算全体の約4割を高年度負担が占める一方で、弾薬などの備蓄、防衛施設の抗堪性の強化や自衛官の宿舎の建て替えなど広報面での充実が滞っていると伺っています。高年度負担は国庫債務負担行為として予算の単年度主義の例外であり、2年目以降は歳出化経費として毎年国会の議決を経ることで適切に管理されるわけですが、そもそも活動経費である一般物件費や人件食料食費とは規模も性質も異なり、単年度の経費と長期契約の分割払いを同じ予算枠の下で管理する現行の仕組みはもはや限界に来ているようにも感じます。高年度負担が活動経費等を圧迫しないよう別立てで予算管理ができれば、予算の硬直化を防ぎ、FMS 調達等の透明性も確保できると考えますが、実務上可能でしょうか。事務方に伺います。財務省奥主計局次長。お答え申し上げます。お尋ねの防衛関係費にかかる高年度負担の歳出化経費、あるいは維持費等につきましてでございますけれども、これは現在の実務上の取り扱いということで申し上げますと、現在もそれぞれ区分をした上で予算を計上し、執行しているということになってございます。ただし、新規装備品、防衛関係費というものは、新規装備品の導入に伴いまして、今年度にわたり歳出化経費、ご指摘のように歳出化経費が発生いたします。また装備品から年々のその維持費というものも生じてまいります。こういった毎年度そうした経費が発生をしていくというその防衛費の性質も踏まえまして、現行の中期防衛力整備計画におきましては5カ年にわたる新規契約の総額、そして歳出化経費、維持費等、これらを全体として効率的、総合的な観点から管理するという、こういった重要な役割をこの中規模に担わせているものというふうに認識をしているところでございます。山田君。ご答弁ありがとうございます。時間となりました。5つの質問を通じて防衛費に対する財務当局の考え方が非常によく分かりました。以上で質問を終わります。ありがとうございました。